新城市中心部の空中写真。1976年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。新城城市新城市は山形県の北東にある市である。江戸時代は新城藩が置かれ、戸沢市六万国の城下町であった。一方で、宇宙街道の宿場町でもあり、 市南部の本郷海集落は埼上川水運の主要、関執行であった。岩根街道が改作される、明治時代初頭までは、庄内町、清川まで道路がなかったため、本郷海河口からの集運が唯一の交通手段であった。雪深い地域に属し、雪外救済運動発祥の地でもある。そのため、独立行政法人防災科学技術研究所、 雪氷防災研究センター、新城支所が置かれ、雪氷防災実験棟で、雪崩の発生メカニズムの解明などが行われており、雪の里情報館という雪についての学習施設がある。豪雪地域で四方の山に囲まれた土地であるため日本、一日照時間が短い町とされている。また、山形新幹線の終着駅である、新城駅があり、 最上地方の中心都市としての役割を担う。近年では、最上地方の自治体として、自然と人間の共生を主題に、最上エコポリス構想が推進されている。このほか岩手県東野市と並ぶ東北地方随一の民話の宝庫としても知られ多くの民話の語り部による民話の伝承、記録が盛んに行われており毎年、道の区民話祭りが開催される。近年では、 早稲田大学や玉川大学のバイオマス研究施設、山形大学の自然に関する教育研究活動や講座を行うエリアキャンパスもがみが開設されるなど研究施設の進出も行われている。山形県の北東、山形市の北に位置し、最上川中流域の新城盆地に位置する都市である。地域の東側はカムロ山を主砲とするカムロ連邦がある。 市街地付近にマス型川が流れ、地域の南西部でモガミ川に交流する。市の東側に横たわる神河、峰大森山、木倉山、八森山と続く、カムロ連峰の美しい山海は、比較的低標高に高山性植物が植生し、カムロ山へと続く縦貫登山路として整備されており、比較的軽装備で気軽に登れる登,れる登山ルートとなっている。 この3階のふもとにあることから、くずろくとも呼ばれている。新城市からはこのほか、町海山、合山、葉山を眺めることができる。位置的に南北の交通と東西の交通が交わる、要衝で、道路網では、国道13号と国道47号が交差し、鉄道では、大雨本線が南北に縦断し、陸羽西線と陸羽東線が東西に横断する。また、 山形新幹線の終点である。地理的な特性から、最上郡全体からの交通路も、新上市内に集中する構造になっており、最上地方は、新上市への一極集中型である。新上市は、最上郡の消費活動全体を支えているといえ、4万人弱の都市規模の割には、国道13号、新上バイパス沿いに、 大型スーパーマーケットや大手量販店が進出している。1月の平均気温は低、摂取0.8度、8月の平均気温は摂氏24.2度、年間平均気温は摂氏11.0度、年間降水量は2005.6ミ、mm、リメートルである。新庄の歴史は15世紀に新庄盆地の中央部に土豪により沼田城が築かれたことに始まる。 しかし、地帯の中にあったため中世には、城として不適であり、西上地方は、大倉村にあった、清水城、真室川町にあった、酒延城、最上川の要衝であった本郷会集落にあった、八甲建、東山城により経営されていた。戦国時代には、最上義満によりその領地に編入された。新城市が西城地方の中心として、発達を始めるのは、 新城藩が作られ、宇州街道沿いにあった沼田城周辺が城下町として開発されてからである。元那八年、戸沢氏が城州松岡から転覆。同九年に酒延城に入るが強章のため、翌関永元年三月に新城に城を築く。この時より254年にわたる戸沢氏の繁盛が始まる。江戸時代を通じて戸沢氏は、 両国経営に熱心であり、表高6万8200国を実高8万国にまで増やすことに成功した。法暦6年、前年の大協作にあえいだ、新城藩は五代藩主、正信が、領民に活気と希望を持たせるとともに、豊作祈願をするため氏神である天魔宮の祭典を行った。これが今日まで続く新城祭りの始まりと伝えられる。 母親戦争においては、奥越列藩同盟を離れ、新政府軍に就いた。明治元年7月に、庄内藩の攻撃を受けて、藩主、戸沢正美は、秋田藩領内に逃亡し、新城城は、陥落、城下町は戦火に大半が消失した。明治元年9月に、庄内藩が新政府に降伏するまでしばらく、真正内藩の管理下に置かれた。明治4年、 廃藩地県により、新条件が設置、同9月に山形県に合併される。明治時代に大宇本線が開通し、大正時代に陸宇彩線、陸宇東線が開通すると、鉄道の町として、流星を極め物資の集積地、養蚕の町、大日本帝国陸軍群馬も生産する、馬産地、豊富な森林資源を活用した木材加工業。 家具工業の街としても知られるようになった。昭和時代初頭には、近代農業の実験場として、新城市北部の広大な原野を開墾し、当時の最先端の農業技術で農耕を行う、国家事業、昭和開拓が行われた。太平洋戦争中には、新町海軍飛行場の補助飛行場として、新城市西港にマス型飛行場、竹形飛行場と2つの第二本。 帝国海軍飛行場が存在した。市内の木材加工場では弾薬箱の製造が行われた。アメリカ軍の空襲が1回あり、6名の犠牲者を出している。戦後は昭和30年代に周辺の町村を合併し、昭和40年代初頭には人口4万9000人に達した。しかし、戦後の産業構造の激変により馬産、養産、政治、 木材加工といった産業がのきなみ崩壊し、農業生産も厳しい状況が続いている。鉄道も施設の合理化や自動化が進み人員削減が進んだ。そうした中で、新城市の人口は前減を続けているのが現状である。その一方、工場の誘致も行われており、市内には山形航空電子などが進出している。突起なき場合、歴代市長による、 新城市議会の定数は18名。最上総合市長山形県立新城病院。この織物の最大の特徴は、縦糸を仕掛ける装甲と呼ぶ枠を、通常の織物では2枚のところを最低でも4枚、組み合わせることを呼び、通常は糸の段階で染色するが、カメや織は単物にしてから色をつけること、この2点である。日本経済新聞の2014年10月24日。 発行の新聞記事の最終面の文化欄で取り上げられた。寄稿者は、新城亀やおり伝承協会の前会長の中部、三智子。新城市を中心とした、最上地方では新城弁が話されているが、最上軍内であってもその方言には多かれ少なかれ違いが存在する。新城市内においても、休暇中、待ち方、在方で違いがあり、特に休暇中で話された、 家中言葉は他と比して、かなりの違いがある。平成18年3月をもって、各宅小学校は、日清小学校と合併を行い廃校となり、平成22年3月をもって、山屋小学校も並行し、新城小学校に、吸収された。平成27年3月をもって、萩野中学校、萩野小学校、伊豆田小学校及び昭和小学校が統合し、 萩野学園となった。令和3年3月をもって、明林中学校、沼田小学校、北新小学校が統合し、明林学園となった。新城新陽金庫新城駅、西口ロータリー、鳥越八幡神社、神む山に住む人通力を持った天狗。12月1日生まれ。ありがとうございます。